どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはトレンチコートです。すごいのが入荷してまいりましたね。たくさんのヴィンテージのコートをですね見させていただいてはいるんですが、毎回ね、すごいなというふうに思いながら拝見させていただいております。何十年もその状態を維持できる素材だからこそ成し得ることだと思うんですよね。数年で変化劣化してしまうことが避けられない化学繊維ではなくて、綿素材 100% というような天然素材なもんですから、1950年代のコートじゃないかというふうなことでねお伺いしたんですけれども、70年も前ですよ。すごいですよね。まあ同じ綿素材で言えばね、リーバイスのジーンズなんかもそのデッドストックで、その70年前とかね80年前みたいな話をちらと聞きますけども、やっぱり長くずっと状態を維持できる、その収納している環境さえ良ければ維持できるというような素材でできたものというのはですね、やっぱり魅力的なところがあって、いつかねそういったものを着てみたいな、欲しいななんていうような人はですね、やっぱり古着屋さんで慢性的に探していらっしゃるんじゃないですかね。今回お預かりしたのはですね、本当のリアルなヴィンテージのアイテムなんですが、残念なことにですねフルオリジナルではなくてお直ししてあるんですよ。かなり大胆なお直しをしてありまして、裾なんかすごく綺麗でね、かなり着丈を短くしてしまったというか、まあもったいないですね。もったいないです。本当に着丈ねかなり切っちゃったと思うんですよ。あとね袖もねかなり短くしちゃったんじゃないかなというふうに思いました。だいぶね、傷んでいたからその短くせざるを得なかったのか、もしくは自分の体型に合わせてね短くした方がいいというふうな判断だったのかは分かんないんですけども、この状態でね、この短くなった状態でお求めになったお客様が当店にメンテナンスを依頼してくださったんですよ。だからこの年代のコートにしてはすごくその生地の状態がいいんですね。傷穴があったり、生地が薄くなっていたりという風なものがないんですよ。でもちろんね全体的な色あせもあるでしょうし、全体的な汚れも当然あります。ただやっぱりその洗浄力を重視した作業をすればするほど当然綺麗にはなりますけども、現状を保てないんじゃないかというような心配なこと、リスクも高くなってしまうというふうなね、ことでございまして、この胸の一番着用した時に、見える位置、左側の胸のボタンのところにねちょっとこう色の段差があって、これはちょっと目立つなというふうに思ったんで、これだけはなんとか取りたいなと、ここですね、これだけはなんとか取りたいなというふうに思ったんですよ。でもあとはまあ全体をこう丸洗いする中でどれぐらいの洗浄力で洗えばいいかなとか、とにかくいつもよりもとにかく現状をね、この50年代のコートの現状を維持するというようなことをかなり意識して、で前身頃のその左の胸のところの目立つシミを取るというような内容をさせていただこうとご提案させていただきましてね、それでお客様了承していただいたので、丸洗いをするんですが、状態を保つというふうなことを前提にちょっと洗浄力をね制限しつつやってみたいと思います。ただその胸のね目立つシミだけは取らなくちゃなんないので、そこはちょっと前処理をしようかなというふうに思いますね。センターベントのこのボタンホールから裾までの長さもこれだけ短いということはですよ、結構そうですね、5センチから10センチ弱ぐらいは詰めちゃったんじゃないかなというふうに思います。ただ全体的なシルエットとしてすごく不自然かと言われればそうではないっていうふうな判断でね、お客様をお求めになったと思いますし、まあ古着がお好きでね、ヴィンテージのものがお好きで
すごくやっぱりお客様詳しいんだと思いますよ。で好きでねそういう風に着てるので、まあシミ汚れなんていう風なのはね、使用感なりのものがあって、年代なりのものがあって叱るべきでございますのでね、その辺は理解した上でのご依頼でございましたので、じゃあこのコートにできる限りメンテナンスをさせていただきました。結果がですねこちらでございます。まずね、全体的にそのプレスをさせていただいたことによる印象の変化というのを感じていただけると思います。そんなにしっかりとバッチリとプレスしたわけじゃないんですよ、わけじゃないんだけれど、でもやっぱりビフォーの時と比べればね、シャンとしたというか、ちょっとこうパリッとした印象になるんじゃないかなというふうに思います。本当に状態いいんですよ。ステッチ抜けとかもなくて、ボタンホールのほつれもなくて、生地の傷穴もなくて、本当に状態がいいです。びっくりするほど生地の状態が保たれていましたので、何一つ望ましくない変化生じることなくですね、ヴィンテージのコートをメンテナンスさせていただくことができました。肝心の、胸のシミ取りたいなと思ったこのシミなんですけども、綺麗に取れております。まあここだけ一生懸命シミ抜きしちゃうとね、そこだけ白っぽくなっちゃうとか、不自然な感じで変態色しちゃうとか、しらけちゃうとか、生地がけばだっちゃうとかね、いろいろ心配なので、そーっとやったんですけども、でもやっぱりね、落ちにくいっちゃ落ちにくいですよ、落ちにくいシミですよ。そんな簡単にね、容易に取れる機能気をついたようなね、飲食に伴うシミとか、女性の方のメイクのシミみたいな感じで簡単に取れるわけじゃないですよ。やっぱりいつ何がついたのか分かんないという風なシミでしょうしね、時間がかなり経過してるでしょうし、その間どんなメンテナンスをしてきたかなんていうのも知る由もないわけですから、だからね、色も質感も風合いもグロスも全部保って、とにかくシミだけはなく、襟なんかね全然取れてないです。だから襟なんか黒ずみ黄ばみがしっかり残ってるんですが、まあその辺はねお客様了承済みでございますので、ほんとねリアルなヴィンテージってすごいですよね。このデッドストックだったものをパターン化して、パターンを起こしてもう一回作り直しましたとかね、レプリカしましたみたいなじゃなくて、本当にリアルな全てヴィンテージでございますので、まあお直ししてなければですね、お直ししてなくてこの生地の状態だったら、まあ、値段相当高かっただろうなというふうに思いました。素晴らしいですね、オーラがすごいですよ。はい、ご利用ありがとうございます。お気軽にねご相談してみてください。武田クリーニングでした。